ご苦労。織田軍の様子はどうだ。まだ動きはない。すぐに仕掛けてくる気はなさそうだ。そうか。では引き続き。旦那、そろそろ陣頭から引いたらどうだ。急に何を申す。それがしは親方様に代わって。他の奴はごまかしても俺様の目は騙せない。サスケ、これから織田とやり合わなきゃならないんだぜ。心配は無用。物見へ戻ってくれサスケ。本当に大丈夫なんだな。ウロタン、この真田幸村に二言などありもざる。だったら止めないよ。ただ俺様食いっぱぐれるのはごめんだぜ。分かっている幸村様。いつでも織田を迎え撃てるよう、そろそろ腹ごしらえと参りましょう。ああ、そういたぞ。あっ、まだ。申し訳ございません、幸村様。もう少し待てと言ったんですが。いや、構わぬ。と申されつつも、飲む気満々でござるな。あ、いや、これは。あ、頑張れ。はい。違う。そんじゃ、俺様はもう一働きと行きますかね。頼んだぞサスケ。了解。では、雪村様、乾杯。乾杯。政宗様、いかがなされました。騒ぎてえ気分じゃねえんだ。真田幸村でございますか。案じられますか、あの者のことが。そんなんじゃねえ。あの野郎は敵だぜ。今は一時手を結んだ間柄、またあなた様にとってあの者は唯一無二の好敵手。嘘を申されますな。はっ、参ったな。右目には何でもお見通しってか。そのようで。さあ、我々も英気を養いましょう。